今週も末の純チャンネルの時間がやってまいりました。よろしくお願いします。えー、っとですね、はいはいで、えー、今日は、えー、どんな話をしましょうかということなんですが、えー、っとすみませんちょっとこれが、ま、間違ってましたね。えー、まず。 はい。歴史群像、公表発売中でございます。はい。小川春夫さんというですね、あの、海軍兵学校70期。70期って言ってピンと来る方と来ない方がいるかもしれませんけれども、日米海戦直前に海軍兵学校を卒業してから、大東亜戦争終結までずっと戦い続けた、あのー、最後の期でございます。それ以降は戦時中にね、あの、卒業してるんですけど、70期までは、 大東亜戦争、の日米開戦前に卒業してますから大変長い期間あの戦争を戦い抜いてくださった方でございます小川春夫さんはまだ99歳ですけどご健在でですね、えー、いろんなほん本当にあの貴重な経験をなさってますので、えー、どうぞ、えー、ご一読いただければと思います、えー、こちらの、えー、月刊丸の方でもですね戦艦山城の、えー、乗組員の方の,あ,の、まあれですね 改、えー、層をあの書いてありおりますのでですね、まあ、4方、えー、経験の証言を、えー、ちょっとお お話しいただいたことを私が書いておりますので、こちらもよかったらご一読ください。はいで。そして、え、今週末の、えー、講座短保学、これ、まあ、あの、以前も言いました通り、えっ、ー、と、ちょっと会場が広くなっちゃったので、あの、ガラガラらしいので、まあ、もしよかったらいらしてください。まあ、損はさせない話を、まあ、当然ですけどね、あの、来てよかったと思っていただけるような話をできればと思いますけれども、はい。私は戦前戦中における足田ひとしでございます。足田ひとし、はい。<laughs> これ、足田ひとしと聞いてね、あの、総理大臣を、 務めた方と分からない日本人が増えているっぽいですけれども、あのまあ、それなりに立派な政治家でいらっしゃったんです、ところが戦後はリベラル知識人というかね、あのリあの外交官を経てリベラルな政治家だったという、そのリベラル自体があの強調されすぎて、戦前のリベラルと戦後のリベラル、違うわけですよね、今だったら共産党もなんかリベラルとか,なんか言ってますけど、あのリベラルじゃなくて、反日勢力だったわけですよ。はい で、あのそういうねあのリベラル と言われた、白だひとさんが、もそもそも何の、どう、どういう思想とか、えー、考えに基づいて、まあ、あの政治的な行動を取ったかとかですね、そういうことをぜひね、あの、お伝えしたいと思っております。で、えー、歴史勉強塾、歴弁、えー、こちら、えー、名古屋では9月23日、大阪では9月29日、えー、そして、広島が今度復活します。はい、広島、あの、ちょっとコロナがやっと収まってきたということで、広島が11月7日日曜日でございますので、もしよかったらぜひおいでいただければと思います。 さあ,あこれはあの詳細は SNS だとかで、えー、ご確認ください。<laughs> はいえー、さて、えー、ま,ますますーとしている自民党総裁選でございますけれども、まあ、私はもう前回言った通り、高市早苗候補一択だと思ってます、あの厳しいかもしれませんあの、実際厳しいんです、高市早苗候補があの総裁になるのは本当に厳しいあの、インターネット上でどれだけ盛り上がった、これはあの決定的な、あのまあ、そのね、 票になりませんからで、かといって今から自民党入っても、あの党籍があのこれで半年以上つ続いている必要があるんでしたっけ、だから今から仮に自民党入っても、総裁選には投票できませんからね、なんかあの住民票、選挙直前移してもだめなのと一緒で、でだからあのこれを各地の全国の自民党員の方にです、ね、高い社内井候補しか、これはもう日本を救えないんだということを伝えてもらう必要があるわけですよ。 はい、で私も微力ながらね、こういろいろ SNS で訴え,させて訴えかけさせていただいているわけですけれども、はいえー、っと先日のね、高市苗議員の,あのサンデープロジェクトの事件を通して見た、まあ、ブレなさで、20年前からもずっとブレずに、そういう思想でやってきてくださってる、あるいは行動を取ってきてくださってるということをツイートしたのが、まあ、5000いいねを超えましたということで、えー、私が。 これまでツイートした中で、まあ私なんてね、その無名の研究者でございますけれども、一番いいねがついたのがあれですよ。あの、私の大学のね、勤務先の大学の近くで、えー 拉致された吉川ゆ里ちゃんの事件吉川由里ちゃんの,事件のツイートをしたときはもう1う3000いいねいきましたからね、はい、短期間で、でまあ、あの吉川ゆ里ちゃんの拉致問題もそうなんですが、やっぱり拉致問題に取り組んでくれるという点でも高市早苗、えー、候補に期待したいところでございます、これまでずっと訴えかけてくださってたんですね、他の方が拉致問題知らんぷりしてるるとから、はいでねえー、これはこうあの、まあ、メディア側の都合もあるんでしょうけれども、まあ、高市早苗候補、放、まあ、末候補扱いしたりだとか、 まああもちろんあの受からしたくないから、ですね放末候補扱いしたりとか、あとはもっとあのひどい場合は、なんか自民党の中で、なんか異端というかね、なんかもう、金返り、なんか,なんかね、ネねト上、ねね、の指示で、なんかこうやってるみたいな、そんなこと言う人がいるんですけれども、も大きな間違いでございますよ、えー、今日はちょっとね、あの前半部分で、まあ、そもそも自民党とはっていうのをね、ちょっと考え直してみましょうということでございます。自民党っていうののはねこれ教科書的なあの 流れで言うと、教科書的な説明で言うと、戦後の保守合同という流れで生まれたわけでございますね。55年体制という言葉があると思います。55年体制というのは、あの、1955年、昭和30年に、えー、日本社会党と自由民主党が、えー、どちらもあの成立したということをもって、それ以降の、まあ、二大政党制というには、ちょっと社会党の方が小さかったから、まあ、1と2分の1、あの、対分数ですね。1と2分の1体制とか、 1度2分の1政党体制とかいうわけですけれどもあの、その経緯でね、何が争点になったかというと、やっぱり憲法改正ですよ、はい、逆に言えば、社会党が合同したのだって憲法改正阻止のためですよね、どういうことかというと、戦後、あのまあ、戦前の体制が否定されて、 まあ国体は維持されましたよ。まがいないにもね、天皇というご存在は維持されましたけれども、えー、占領憲法が制定されましたと。大,あの大日本帝国憲法が、まあ改正という形でありますけど、半ば廃止されるような感じで、日本国憲法ができました。で、日本国憲法ができるとですね、日本国憲法を、まあ、 戦領下でできた憲法ですから、それを、あのー、本来の姿に戻すべきだと、日本の憲法として、ふさわしいものに変えるべきだということで、まあ、憲法改正、まあ、自主憲法制定というのを、いわゆる保守勢力が主張するわけです。だから、ここで保守革新という保守はですね、別にあの、旧大善とした体制を守るというよりかは、日本の本来の姿を守る、あるいは、守るためにその取り戻すべき、取り戻すための改革をする、これが保守ですよね。で、一方で、革新というのは、あの、 あのそれこそ憲法改正反対が何で隠しなのかってたまに聞かれるんですが憲法改正を阻止することでその戦後改革ですね戦後の日本弱体化の占領改革でそ,れでそれをよしとして,てしていたのが当時の社会党である共,共産党であったとでそういう人たちにとってはです、ね、あの戦前の悪い えー、政治、戦前の悪い国のあり方を革新したんだと。で、その、それ、そっか、その革新の状態で、えー、維持したいというのがあるから、彼らが革新勢力と呼ばれてたわけですね。ここで保守対革新というね、そういう構図ができるわけです。捕獲対立ですね。で、保守の側は憲法改正、自主憲法制定というのを、あの、もくんでいた。で、そのためには、 日本国憲法から、で、な、何をするにも、一応、ま、憲法を守って行動しようというふうに、こう、考えてたわけですので、えー、憲法改正のために、3分の2以上の議席が必要だとね、衆参両議院の3分の2以上の賛成で発議されて、えー、その後、国民投票に付されて、過半数の賛成でもって、憲法改正が成立しますから、で、その憲法改正のために、3分の2以上の議席を取らなきゃいければないと。で、当時、ね、えー、民主党とか自民党で割れてたわけですね、あの、吉田氏 吉田茂の流れの自由党に対して吉田茂と仲の悪かった鳩山一郎ですよ、あの鳩山幸夫のおじいさんですね、が民主党という別の政党をそこから割って出て作ったわけです、なんで仲が悪かったかというと、戦後ね、えー、終戦の時の内閣が東区にる鳴彦内閣で、それはすぐに総辞職しまして、重原喜十郎内閣になった。でそのの内内閣閣後を、えー、後内閣代になるかっていう時に 最初、吉田茂に、えー、対面効果といいますかね、あのーまあ、<laughs> 首相になれるはずだったところが、あのー、その首相になる直前で、えー、パージされちゃった公職追放されちゃったわけですね GHQ の意向でこれは右翼的な政治家だとあるいは反米的な政治家だということで。あの 公職追放になっちゃったからで公職追放にあった鳩山一郎に代わって総理大臣になったのが、まあ、外交官で重原基十元外交官で重原基十郎の後輩にあたる吉田茂だったわけですまあこの時に一応ね、まあ、口約束みたいなもんですけれども鳩山一郎が「いやお前は俺が戻ってくるまでの代わりな」というふうにこう、ね、そういうやり取りがあったと言われてるわけですけれどもところが、えー、鳩山一郎がですね あの公職追放を解除されて政界に戻ってきても総理の座を当然ね、ね吉田茂樹は明け渡せなかったので、でふぐ、えーまあ、を囲ってた。 と自分では思っているあの鳩山一郎が、えー、その吉田茂の自由党から割って出て民主党というのを作ってで自由党と民主党ということで保守政党が2つに分かれて分裂して対立したわけですよでそ,でそういうこともあったからです、ね、そ保守が人一,一枚岩じゃなかったから片山哲社会党内閣は成立するなんてこともその間あったわけですよね。で一方で,一方で 憲法改正を阻止するぞという勢力は、まあ、共産党は後で戻りますが、暴力革命の政党だったから、まあ、憲法改正阻止以前のね、こ話みたいな行動を取ってたので、えー、この社会党ですね五、その議会勢力として五権の取り出だったのが社会党で,で、社会党はしかしですね、えー、昭和26年、えー、1951年にサンフランシスコ講和会議がこの締結されるときにですね、あのー、社会党の中で、 あのそ,そのサンフランシスコ講和会議にソ連とか、そのソ連側のいくつかの国が参加してないじゃないかと。だから全面講和す,、うん、すべきだと。つまりね、<laughs> あの、ソ連も含む全ての国々と、えー、講和す,すべきだと。戦争終結、集結に当た,たってね、日本再独立になってそういうふうに主張する。まあ、言い換えれば、ソ連と講和できないぐらいだったら日本は再独立しなくていいという、まあ、はなはな非現実的な主張ではあるわけですが、えー、そういうことを主張する左派と、 いいいやいやいや日本再独立が優先でしょと、ソ連なんて悪いけど、そのそソ連と講和しなくたってサあの、サンフランシスコ講和条約を結んで再独立すべきだと、そういう右派、まあ、左派右派といっても、まあねまあ、右派って言われてるのは、いわゆる現実派、常識派ですよね、で左派と言われてるのは、もうまあ、な,なんかよくわからん、何したいかわからん派、めちゃくちゃ派ですけれども、でそれで分裂しちゃったと。 で分裂していたので、まあまあ、例えばこの後保守勢力が結集して憲法改正ということを旗十に掲げて動き出したら、五権派勢力はバラバラでそれに対抗できないかもしれないと、五権派勢力、つまり憲法改正を阻止するためにはどれだけの議席が必要かというと3分の1必要なわけですね、憲法改正を阻止するために3分の2は必要ないわけですよ、3分の1以上必要とする、だから3分の1以上を常に確保するために、まあ、ただ、足立市内閣の苦い経験 経験がありますから、まあ、村山内閣、村山社会党内閣の終戦直後版みたいなのが、そういう経験がありますから、ちょっと政権取るのは、ね、社会党単独で政権取るつもりはなかったのかもしれませんが、まあ、とにかく憲法改正を阻止できる3分の1以上を、えー 確保するということで、えー、日本社会党が統一されるわけ、統一社会党というのはできるわけです。これが昭和、えー、30年、1955年のことで、それに対抗、対抗するというか、まあ、それそれが成立する元の要因でもあった、その保守勢力、憲法改正、自主憲法制定側が保守合同といって、えー、自由党と民主党で自由民主党ができるわけでございますね。はい。で、さっき言った、まあ、二大政党制、っ、え、ぽ、ー、い一と党 政党制ということになっていって、まあ、それが宮沢内閣が8党派連立の細川内閣に倒されるまで続く55年体制が続くということになるわけですがで今言った通り憲法改正のために、まあ、当時の言い方で言えば自主憲法自主憲法制定のためにです、ね、自民党ができたというのがそ,れそこからも明らかであります。 まあ、あの一応ね、参考までに自民党の立党宣言というのを見ておきましょう、はい、政治は国民のもの、これ、ね、公式ホームページですよ、あの自民党のね、今のね、はい、政治は国民のもの、すなわちその使命と任務は、うちに民生を安定せしめ、公共の福祉を増進し、外に自主独立の権威を回復し、平和の諸条件をちょ調整、確立することにある、え我れらはこの使命と任務に鑑み、ここに民主政治の本義に立脚して、自由民主党を結成し、広く国民大衆ととに 共にその責務を全うせんことを願うあ誓う。 大戦終結してすでに10年、世界の体制は著しく、えー、相棒を返事、様子が変わって、えー、原子価格の発達とともに全、全人類の歴史は日々新しいページを書き加えつつある、今日の政治は少なくとも10年後の世界を目標に描いて、創造の努力を払い、過去および現在の、えー、制度、機構の中から健全なるものを生かし、えー、古き無用なるものを除き、えー、社会的欠陥を是正することに勇敢であらねばならない。だかから改革もしっかりと歌って るんですね、これね、だからまあ自民党が何か改革をするというのは、一つの使命なわけです。 でえー、我ら立党の政治理念は第一にひたすら議会民主政治の態度を歩むにあるしたがって我らは暴力と破壊革命と独裁を政治手段,手段とする全ての勢力または思想をあくまで排撃するだからまあ自民党と当然共産党とかは相いれないわけですね、えー、第二にあでまあそのというかまあ共産党を念頭にまあ置いているようなもんですよ、これは、ねはい。第二に個人の自由と人権の尊厳を、えー、社会秩序の基本的条件となすゆえに権力による専制と階級主義に反対する。 はい、だから独裁もダメだと言ってるわけです。もちろん反対派からすれば嫌ですよ言ってるだけでやってるじゃないか、安倍政権独裁だったじゃないかとか、またケチをつける人はいる分はいるのかもしれませんけど。はい、で、だから我らは秩序の中に、えー 前進を求め、まあ、あの河野太郎候補はこの,この前進、ね、日本を前に進めるというのはこれをちょっとなんか文字っているのかもしれませんが、まあ、秩序の中に前進を求め知性を磨き、進歩的諸政策を刊行し文化的民主国家の諸制度を確立して祖国再建の大業に邁進するとするものであるだから祖国再建、まだ再建半ばだったわけですね。はい まあ進歩的諸政策っていうのは、つまりその保守政党なんだけども、進歩的なこともやらなきゃいけないってちょっと自民党内左派がこの頃からちらちらとね明確でしたのかもしれませんけれども、この立党宣言のもと、党の成功がこれ6つあるんですけれども、それぞれこういうことを書いてあるわけですよ。1つ目は国民同義の確立と教育の改革、詳しくはここにね下に書いてあるわけですけれども、政官会の刷新、3つ目が経済自立の 達成まあ、これ達成していくわけですよね、あの戦後復興から高度経済成長と、はい、で4つ目が福祉社会の建設で、5つ目が平和外交の積極的展開、まあ、これらは真っ当なあな目標であり、ただまあその一部は今も課題として残っているわけですね。<laughs> あの 隣の国がやっぱり平和勢力じゃないから、それをいかに、そうそう、その国との関係も含めていかに平和構築をするかでも大課題でございます。で、それ6つ目にこう、これこれです。<laughs> 独立体制の整備。ただ単に、うちは、うちの国は独立してるぞっていうだけじゃないんだと。今の体制、今体制だが昭和30年時点の今から60年ちょっと前の体制には大変な不備があると。 なので、平和主義、民主主義及び基本的人権尊重の原則を堅持しつつ、まあ、つまり、日本国憲法の、まあ、三大原則みたいなのはあのし堅持し堅つしながらも現行憲法の自主的改正を図りまた占領処方制を再検討し国上に即してこれが開廃を行うと書いてあるわけですよ。はい まあ占領処方制の再検討はなかなか進まなかったわけですがもう一つ全く進んでないのが現行憲法の自主的改正憲法改正するぞと言ってるわけです、まあ、自主憲法制定という言い方も当時してましたけどいずれに自主憲法制定にせよあるいは憲法改正にせよ日本国憲法の周りはいけないと、ね、プロジェクト X に言えばこのままではいけないって、まあそう言ってるわけですよねうん それを高市議員はもう率直にバーンと言ったわけです。これまで、ね、各候補が率直に言うと、ね、戦えたわけですよ。だから安倍首相も第一次ではなかなか、あまあ、第一次でちょっと変に言ったからかもしれませんけれども。まあ 迂回戦術みたいなことでね言ってくるしかなかったわけですが、でこれをバーンと言ったのが高市議員ですね。だからメディアは脅威なわけですよね。これまでメディアが阻止してる中で、まあ、だからメディアというのはね自分たちが憲法改正という間違った政策を阻止してきてやってたと、まあ産経新聞とか除いてはですけどね、うん、メディアの力でそういう権力の暴走による憲法改正、もう憲法改正イコール悪ですからね彼らにとっては。だからつま何が悪かというと憲法の正しいところを仮に改正したとしてもそれはあり、えー、の一結でそこからドゥアっと涙で混んできて憲 憲法9条も改正して戦争をできる国にするんだと、そういうことを考えてる独裁的な自民党の暴走を許すなっていうのが彼らのテーゼなわけですね、はい、<laughs> 戦争をできる国にすることが何が問題なのか私は分かりません、戦争できないと自衛戦争できませんから、攻められても,、はい、もう侵略されて、蹂躙されて、女性は強姦されて、子供は殴り殺しにされて。 そ,そんな状態を望んでるんですかと言いたいところでございますけれどもまあ、まあこんなものはまともに思考できる人だったら当たり前の話なんですけどもねで、まあ、ともあれですよ現行憲法の実績改正って自民党のねこの公領に書いてあるわけですから公領に書いてあることをサボってたわけですよ公領に書いてあるのに違うことばっかりしてきたわけですよね。 まあ雑な例えかもしれませんが野球サークル入ってみたらサッカーとかバスケットボールばっかりしててじゃあ野球いつ何になったらするのでもう今はこっちが大事だから今はバスケとか,あのなんかサッカーが旬だからとか言って野球をいつまでたってもしないんですかみたいなそんな野球サークルだったわけですよね例えるならね。はいで まあ、でここに書いてあることだけをやるというのも、まあ、あの、変派な話で、だからここに書いてあることを最低限や,や,やりつつ、その肉付けとなるものをやっぱりあの考えていかなきゃダメなわけですよ。だからこそ、あの、まあね、前回も言いました、これをやってくれる、あるいはやるぞと言って、唱えてくれるリーダーが必要だとね、いうことを私は言ったわけです。 <laughs> あの、正しい行為継承で、これ、自民党の考慮に書くまでもないぐらいですよ。なんか、こう、あの、天皇の存在をちゃんと確認して、なんか正しい行為継承するとかで、そんな一時か、書くん、かくんかいって言われそうですから、ね、だから自民党の行為には書いてませんけど、こんなん当たり前のことなんですが、なんか当たり前じゃなくなって、 で、きつつある部分があるわけですよ。なんかもう男系男子に疑問を挟んだりとかね。しかも保守と名乗る連中の、あの、一部がそんなことをやってるわけですよね。あの、これは、これはもう嘆かわしいことです。で、毅然たる国防政策ね、これは当然です。自主独立のために。で、自民党決闘の際、自民党の決闘の時点では、拉致問題なんて、 あ,のありませんでしたとは言いません。実は拉致問題という疑いが限りなく濃厚な事件はいくつもあったんです。朝鮮戦争以降、<laughs> ずっとあったんです。で、だからそう,そういうふうなで、今やもう拉致問題が明らかになってるわけですから、拉致問題解決、これをもうずっと唱え続けてくれないといけないわけですね。 場合によって圧力をかけるだから、なんかやや一部のね、なんかこう、なんか変な野党の一部と同じように、なんかこう、いや,いや、あくまで対話でとか解決しないわけですよ、これまで対話してきたんでしょ、返してください、返してください、返してくださいでなんかもう、精神的で出てきて、舐め腐った相手が全く返してこないんだったら、他のやり方でやらなきゃいけないわけに決まってるじゃないですか、ねえ。 人権、人権とか言ってる人たちはね、そういう時にちゃんとね、あの、頭使って考えてください。ねで、それで安国神社に参拝ですよ。これも言いました。もう安国神社に参拝する。まあ、これ一つの象徴的なね、行動かもしれません。あの、8月15日かどうかはともかくんですよ。あの、私は霊体祭の方が重要だと思ってますから。で、まず先人たちに感謝する。先人たちが作り上げてきた、築き上げてきた、あるいは守ってきて、守り続けてきてくれたことに感謝する、できるならば、それを自分たちもやらなきゃいけないで気づくわけですね。 だったら一生懸命働こうじゃないかと、今は戦争がなくて、なんてあ,のありがたいんだ,だ、だったらせめてね、戦争に行か,行かないでいい代わりに、しっかり働いて税金を納めて、なるはずでしょ、<laughs> なるはずですよね、だからそういうのにならないのであれば、やっぱり靖国神社に参拝しない人はダメだとかそういう、そこまでは言いませんけれども、やっぱり先人たちに対する感謝とか敬意が、やっぱり決定的に耐え出なかったんですよ、これまで。ね だから戦前の人は靖国神社にも参拝してそういう感謝敬意をしっかり持ってたということを考えるとです、ねまあ、そ,のそういうものを取り戻す一つの方法としてやっぱり靖国神社を意識すること <laughs>、まあ、そのネガティブに意識している研究者とか、ね、あの <laughs> 論客は結構いるわけですけどそうじゃなくてということですよね。はい、でこれれらをししっかりともう一貫てててて唱えて続けてきてくれたのが 高い地銀なわけですよ。で それに対してねで高い時員は保守系の自民保守保守政党である自民党の中でも最も保守系の,あの候補と言われてますが最近は、ね、なんか保守というのが逆に入りなのか、私も保守だ、私こそ保守だと、ね、河野太郎さんとかも言ってるわけですよ、でそれに対して八木秀嗣先生は、えー、とあれは勇敢富士ですかね、あのなんかさ最近はなんかこう保守の定義を勝手に変えて、えー、それでなんかこう自分こそ保守だとか言ってたりする人が多い。だからあの福、えーど <laughs> 河野太郎もそうだし枝野幸男もそうだしあるいは場合によっも山本太郎だって自分を保守と名乗ってるとね。 でもそれ自勝手に保守の定義を変えてあの自分が保守だなとうことがいかにむなしいかと、ね、で河野太郎さんなんてそのその10年ぐらい前なんて全然、まあ、10年前とか5年,5年前もそうですかねなんか、まあ、保守なんて全然言ってなかったじゃないですかで私もそれをことを、ね、ツイッターで言及したらいやそんな狭めちゃだめだとでそ,そんなこと言ったら自民党支持層減っちゃいますよとか言ってますけれどもです、ね、いや私はねあの,私の考える保守じゃないとだめだとかそんなこと言ってるるんじゃなくて勝手明らかにおかしな定義を勝手にした上で そ,そ,それに当てはめて自分が保守だというのはどう,どうなんですかという話をしているわけですよ、で特に <laughs> 行為がね、女刑でもいいとか言ってた人がどう保守なんですか答え、答えてみなさいって話ですよね、そういうところでブレては絶対にダメなはずです。 はい。で、それと、この靖国神社についてはですね、まあ、こんなやり取りもありましたよね。これ、MI2 さんという方からちょっと引用させてもらってますけれども、あの、これツイッターでね、ちょっと、あのえ、映像ここで流しにくいもんですから、あの、え映像を文字起こしてくれてるんですけれども、ね、これ、え、ニュース番組でですね、あの、 橋本,徹さんあの橋本徹さんは、ね、私は感謝してるんですよ、大阪府民としてあのピース大阪のもう南京大虐殺とか言ってる嘘写真を撤去してくれた、もう当たり前のことがもう誰もできなかったのをあの橋本知事の時にやってくれたので、本当にこれは感謝してますよ、そこはもうね、橋本知事でし,で,でしかできなかったと思いますが、しかし、靖国神社に関する。あの ね、コメントはちょっといただけないところもありまして、で、ね、今回はですね、どういうことを言うかというと、あの、高市さんは、高市候補は、靖国人事参拝する、首相になっても靖国人事は参拝すると、これは私の信教の自由だと、えー、おっしゃったわけです。まあ、私は信教の自由以前のものだとも思いますが、まあ、高市候補なりの考え方でそういうおっしゃり方をしているんでしょう。で、えー、で、それに対して橋本氏がですね、信教の自由って高市さんは言うが、 えー、心境によって中小企業の生活を止めてもいいのかって、ね、みを僕は高市さんには感じられない、行くって言っちゃったから、ねということを言ったわけですよ、まあ、これもおかしな話ですよねあの、まあど、どういう論拠で言ってるかというと、えー、と高市首相、まあ、首相になったとしてね、高市首相が靖国神社に参拝したことで、中国がその取引をしている日本の中小企業を と取引をやめるるかかかももししれれなないいととボイコットするかもしれないとかねそう,そういう話で、えー、中小企業が、まま、守られない恐れがあるなんて言って。で、それに対して橋本五郎さんは、えー、政治の役割は中小企業を守るためにはやめますとなるか、ちゃんと救済できるように措置をするのが本来の政治ですよと。で、でまあ、これだけだと分かりにくいんですが、橋本五郎さんはね、あの、靖国神社には、まあ、あの国家のね、その政治の指導者が行くのは当然じゃないですかと。あの、そのせ国家のために戦争に亡くなった方にあの敬意を表すなと。 当然なんじゃないかと,いうとこれ、ね、橋本五郎さんって元々あの鍋のあのもともとなべつねの最側近みたいな方ですよね、はい、だからなべつねさんって結構なんかこう、安子忍者参拝とかにすごくこうあの批判的だったんですよ、特にあの小泉首相の、ね、ああれ小泉首安の忍者参拝だってよくわかんない作法で適当なことやってたわけですけれども、あのちゃんと2杯2百0指をせずに、ね、やってたわけですけれども、ただ、そ,そ,そ,そういうなべつねの最側近だった割には、最近結構、ね、まともなことをおっしゃってくださってるんの方で そうで,すよで、中小企業がなんかこう、なんかね、中国と取引できなくなって、あの割を食うから靖忍者参拝をやめるべきだと、本当に思ってるとすればね、これ大丈夫ですかって話ですよね、そういう,こう,いうような国とそもそも付き合っちゃだめですよ、ね、日本側に内政干渉して、俺たちの言うことを聞かないんだったら、あの経済的な打撃が与えんぞみたいな国と付き合わ,ん付き合わずに、日本がやっていく術を、 提言ししななきゃダメでででょ。んん中国にペコペココすするんですかこれね。じゃあ、中国は、あの,あの、例えばね、中国が大阪維新の会は反,反中的な集団だから、あの解散しなさいって言ったら、解散するんですか、あなた。絶対しないでしょ、ね。で、なんか他人の話だけ、こうなんかそういうふうに中国が言うからとか言うんですよ、俺はちょっと違うでしょうと、うん、何回も言いますけど、橋本さんには感謝してるんです、ね政治家としても。ところが、こう靖国神社に関することは、ちょっとね、なんか、あの、 このためにこうだとかね、なんか論理的に言うとこうだとか、なんかディベートっぽいことをあのおっしゃるんですけれども、ただ、ただですね、あのディベートっぽいことをおっしゃるんですが、えーまあ、国家を守るためには、ディベートしちゃいけないこともあるかもしれないなということぐらいはね、ちょっと考えてほしいですよね、はい。なんかあの、その当然ねに、日本という国ありき。 のの話の中でですねでも、天皇って本当に必要なのとかって論理的に突き詰めたら、ですね天皇がなくてもなんか日本という国がまあ一応国家の体らしきものを成してやっていくことはそれ可能かもしれませんからね、なんか論理的にとことに突き詰めてなんか天皇がいなくてもいい理由とか言い出したら、これ、きりがないわけですよ。ね、それ昔、あの藤原正彦さんという人が言ってましたよね、何だったっけ、え国家の。 品格か国家の品格という本あったでしょ、あれで、あの女,女性をたいちゃだめなのは、だめだからだめなんですと、で世の中にはダメだめだからだめと言わないと、防げないことがあると言ってるんですよ、ね、あの藤原正彦教授は。 なんかそれに対してね、ね女,女性を殴ったらダメなものはダメなんだと、でそ,れそれは論理的に説明しろって言うんだったら、私は女房を殴っていい理由なんて50、100ぐらいすぐ思いつくぞと言っているわけですね、まああの、藤原教授特有のユーモアなわけですけれども、だから靖国神社もそういうもんじゃないですか、ね、靖国神社がなくても、それはジ今の自衛隊に必死に戦ってくれるかもしれませんけれども、であることによって我々、われわれ人間の、 の,の能力なりあるいは今生きてる人間だけじゃまかり知らないような、えー、恩恵を我々は受けてるかもしれないし実は受けていると私は思いますよだからそれをなんか今の人間の都合で論理だけ突き詰めてこれはいるいらないとかねそんな話をできるほど日本はなんか単純な国じゃないということをねちょっと日本の歴史とか文化というものにもうちょっとだけねいや,いや 十分池の根をお持ちだと思うんです、橋本さんも。だからもう、もう、もう少し、ね、あの、安子忍者とか皇室に対しては持っていただきたいなと、ちょっと切に願っています。はい。